昔の嫁つ国より海を渡りて現れり、若者姫し力未だ知らず、かの身滅ぼすこともかの願い叶えしこともその者勇み立つ時我を求めん、共に荒れ野の道を行かん、待ちて願え開口は我の古よりの定めなり、地より現れし竜が黒雲をいざない、天を覆うも舞いよりし鳳凰、その翼によりて死風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも明星は一つ灿烂と輝く。ワンチャイ、江南街、オンダロウ。当李承老師はここに。まずはワンチャイか。旅のお方、一曲聞いていきなされ。って言って旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。あのニーハオ、船旅は快適だった？ええ、まあちょっといいかな。100万ドルの夜景、美味しい料理、最高の街よ。暇があったらいろいろ見て回るよ。うん、楽しんでいってね。ありがとう。さいちぇん。すいません。ニーハオ、食事まだ？
え、食べたけど。違う違う、今のは香港の挨拶よ。へえ、そうなのか。聞きたいことがあるんだけど。それってもしかしてこの辺のこと？ええ、まあ、ワンちゃんに来たばかりだからこの辺のことはよくわかんないの。そうか。ごめんね、その辺のお店の人に聞いてみて。ウェルカム、ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか。坊や、一人かい？泊まるとこ世話するよ。観光なら任せてよ、安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ。え？あれ後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね、香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったらあそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあどうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。聞きたいんだけど。はい、いつでも占いますよ。いや、そうじゃないんだ。何ですか？教えてほしいことがある。はい。ワンチャイってどっちかな？外の人にでも聞いてください。あの、知りません。わかった。いらっしゃいませ。手相があなたを幸運に導いてくれますよ。券料は1回20ドルです。じゃあお願いします。大きな道が見えます。車がたくさん行き交っています。その先にあなたの求める行き先がありますね。でも、でもあなたの手元からお金が離れていく暗示が。お金が？私にわかるのはここまでです。よかったらまた来てくださいね。あなたの旅にご加護がありますように。ありがとう。いや。お兄ちゃん、これからどこに行くの？ワンチャイに行くつもりだよ。ふーん。チャオメイはね、伏線街ってところに行くんだ。伏線街？チャオメイの新しいお家があるんだよ。お兄ちゃんも一緒に行こうよ。悪いな、やることがあるんだ。確か葉月さんはワンチャイに行くんでしたね。はい。ワンチャイってどっちですか？ワンチャイですか？ワンチャイならゲートを出て右手にずっと行ったところですよ。ありがとうございます。地図を売ってるな。この辺りの地図か。これで迷わなくて済むな。すいません。あんたもしかして日本人だろう？ええ、そうですけど。やっぱりそうか。で、あんたガチャガチャよくやるのかい？え？ええ、たまに。そうかそうか、俺たちは仲間だな。よし、おめえにとびっきりの情報を教えてやるよ。とびっきりの情報ですか？いらないガチャガチャは質屋で売ることができるぜ。質屋でですか？うん、店によって扱ってるものが違うから気をつけなよ。ありがとうございます。
すいません。なんじゃな。ワンチャイに行きたいんですが。わしからも一つ質問をしよう。答えることができたら教えてやらんでもないがな。質問？川はなぜに流れるのじゃな。海に向かうためです。うん、その通りじゃ。どんな大河も生まれた時は一滴の水。水は母なる海に帰ろうとするものじゃ。母なる海。お主も焦らず歩むがよい。ゆったりと流れるからこそ川は遠くまで行くことができる。わかりました。で、ワンチャエは？南に大地より吹き上がる水ありて、何時そこで鳥の声を聞く。大地より吹き上がる水？一体何のことですか？噴水じゃよ、噴水。話せるときにまた話そうぞ。何のチラシだろう。良心投法もらっていくか。当たり勘だ。香港にもあるんだな。こんなところにフォークリフトか。持っていくか。強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か。ああ、賭け金は10ドルだ。どうだ。ああ、よっしゃ、そう来なくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？リョウ、葉月リョウだ。葉月よ、 よし、さあ入った入った。熱血野郎の登場だ。日本からやってきたサムライボーイ、あずき。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネス・ガルシア。さあ来いよ、アミーゴ。手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返した。じゃあ行くぜ、レディーファイト。
ためだよ。ここに行きたいんだ。ワンちゃんか。ならそこの道をまっすぐ行きな。突き当たりに鳩の餌を売ってるじいさんがいる。鳩の餌？ああ、よく居眠りしてるよ。で、そのじいさんのところを左だ。あとは道なりに行けばワンちゃんに行けるぜ。そうか、わかった。ありがとう。こっちこそ、ちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ。気をつけな。この香港でもたもたしてたら、引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ。え？ワンチャイだ。仕方ないね。ワンチャイはあっちさ。そうか。あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。ま、ぜいぜいひったくりに気をつけな。この辺りの地図か。もう持っていたな。この先の地図か。後で使えるな。ガチャガチャ、1回5ドルか。面白そうだな。もう少し遊ぶか。やめとくか。すいません。なんだい？ワンチャイってどっちですか？あっちだよ。キングスロードを渡ったところだよ。ちょっといいかな。お兄ちゃん何？キングスロードはどっちかな。クイーンズストリートの先をずっと行くんだよ。そうか。さあ手に取って見てよ。ちょっといいかな。いらっしゃい。キングスロードに行きたいんだけど。教えてあげてもいいけど、なんか買ってってよ。買わなきゃ教えてくれないのか。そんな怖い顔しないでや。香港じゃ常識だよ。わかった、買うよ。これは？よくぞ聞いてくれました。箱の中身はガチャガチャの景品だよ。開けてびっくり玉手箱。何が出るかは運次第ってわけさ。これは？よくぞ聞いてくれました。箱の中身はガチャガチャの景品だよ。泣くか笑うかは開けてからのお楽しみってわけさ。それにするかい？ああ。マイダリー。で、
キングスローだよ。ああ、そうだったね。あっち。クイーンズストリートの先だよ。わかった。ありがとう。怪我したくなかったらおとなしくガキを渡しな。どうするつもりだ。てめえには関係ねえよ。そうはいくか。こんなところで死ぬつもりはない。ウォン、今だ。ずらかれ。くそ。待て。そう、バッグの中には宝鏡が。すいません。はい。さっきバッグを盗まれたんです。あら大変。ここに誰か逃げてきませんでしたか？いいえ。そうですか。何か心当たりは？毒蛇兄弟なら何か知ってるかも。毒蛇兄弟？毒蛇兄弟って？この辺じゃ有名なちょっと困った人たちなの。さっき大金持ってうちに来たから何か悪さしたんだろうと思って。そうですか。毒蛇兄弟ってどこにいますか？多分かゆ屋さんじゃないかしら。そうですか。すいません。すいません。ちょっと。はいはい。鳩の餌ね。いえ。あの。かゆやってどこですか？ずっと向こうじゃ。通りを道なりにな。あそこはいいぞ。何しろうまい。これでおかみが優しけりゃ。そうですか。すいません。ちょっと聞きたいことがあるんですが。兄貴、ガキが何か言ってるぜ。見ねえ顔だな。バッグを盗まれたんです。バッグだ？知らねえな。4人組で1人は子供だったんです。心当たりはないですか？知らねえって言ってんだろ。他で聞きな。待てよ、人に物聞いてタダで済むと思ってんのか？せっかくうめえ酒飲んでるところを邪魔されたんだよ。まさかこのまんま帰る気じゃねえだろうな。ああ、兄貴の言う通りだ。それなりの礼ってもんがあんだろ。礼？金だよ金。断る。ならてめえにアバディンの礼儀を教えてやるぜ。やめときな。ジョイ、今日は顔立てといてやるぜ。何遊んでんだよあんた。遊んでんじゃない、バッグを盗まれた。そんなことじゃないかと思ったよ。何？どんなすごいやつに盗まれたんだい？4人組で1人は子供だ。子供？ああ、ウォンにやられたんだね。知ってるのか？
ウォンなら宮廷公園で見かけたよ。向こうさ。わかった。怖いもん知らずだね、まったく。ここが宮廷公園だな。くそ、どこにいるんだ。あいつだ。返してもらおう。諦めな。そんなにバッグが大事かよ。返してもらおう。苦しい。もうやめてよ。悪かったよ。俺がバッグのあるところに連れて行くから。本当だな。来たよ。ついてきて。こっち。
バッグはここだよ。ほらよ。クソ、金だけ抜き取ったな。俺じゃないよ。本当だよ。奴らのところへ案内しろ。金はラリーたちが博打で。なんだと？本当だよ。あっという間に使っちゃったんだよ。ごめんなさい。何でもするから勘弁してよ。何でもするんだな。うん。ここに行きたいんだ。俺、ワンチャイのことはあんまり知らないんだ。そうだ、最賃街にある蓬莱旅社の親父に聞いてみなよ。最賃街の蓬莱旅社？あの親父は物知りだからきっと知ってるはずさ。地図を書いてあげるよ。なんか書くもんある？これに書いてくれ。こう曲がってできたよ。それでわかると思うけどな。そうか。ワンチャイはキングスロードを渡った先だから。じゃあ俺はこれで。まずは蓬莱旅社に行ってみるか。この先がワンチャイか。蓬莱旅社はこの先だな。行ってみるか。またお前か。ふん、取り返したんだ。おう、ねえ、あんた空手やってんでしょ？お前には関係ない。ねえ、あんた泊まるところどうしてんの？それもお前には関係ない。港のビルだったらもう泊まれないよ。ボロくなったから改装するんだってさ。じゃあ野宿でもするさ。やめときなよ。ここは日本とは違うんだよ。寝てる間に襲われるのがオチさ。しょうがないね。いいとこ教えてやるよ。この近くに蓬莱旅社ってホテルがあるんだ。蓬莱旅社？ウォンが言ってたホテルだ。フロントでジョイの紹介って言えば安くしてくれるよ。この道をずっと行ったところさ。そうか。なんならあたいが案内してやろっか。ああ、ちょっと、すいません。はい、らっしゃい。蓬莱旅社に行きたいんですが。突き当たりを右だ。
しばらく道なりに行けばあるぜ。わかりました、ありがとうございます。なあ、ついでにもう一つ、隣の奴には関わんなよ。隣？ペテン師以下の野郎だからよ。そうですか。いらっしゃい。蓬莱旅社に行きたいんですが。突き当たりを右に行きな。で、道なりにずっと左だ。そうすると看板が出てるから。わかりました、ありがとうございます。あと、いいこと教えといてやるよ。隣のやつとは関わんねえこった。隣？顔見りゃわかるだろうけど、何しろ悪党だからよ。はあ。さっさと入んな。なに、あたいの紹介じゃ信用できない？泊まりたいけど金がないんだ。しょうがないね、今日はここに泊まりな。明日の朝8時にこの前にいな。案内してやるよ。案内？どこへ？金を稼げるところだよ。これから先無一文でどうする気？朝8時だよ。いいね。8時。すいません。何かよ。何かって、ここホテルですよね。らしいな。部屋を。空き家ねえよ。そうですか。実はジョイに言われて。ジョイだと？はい、ジョイに紹介されて。たく、しょうがねえな。上だ。すいません。すいません。ああ？ちょっと聞きたいんですが。なんだよ。ここに行きたいんですが、場所を教えてもらえませんか？ああ？港南街、オンダロー？オンダローってのは知らねえが、港南街ならここを出て左だよ。左へ行って、その後は？ったく。突き当たったら右に行きな。その先の寿司屋の角を右に曲がって、あとは道なりに行きゃいいんだ。寿司屋の先は道なりですね。ああ、肉屋の前をまっすぐ通り過ぎるんだ。そのオンダローってところを探すんなら、港南街の道端で博打やってるやつに聞きな。わかりました、ありがとうございます。
なあ、あんた。え？言い忘れてたけどよ、宿代は一泊38ドルだ。38ドルですか。ああ、ジョイに免じて特別割引だ。毎朝払ってもらうよ。いいな。はい、わかりました。金をなんとかしないとな。見かけない顔ね。うちは初めてでしょ。ええ。じゃ、これをどうぞ。うちのパンフレットよ。買取価格はそれ見てちょうだい。で、何を売りたいのかしら。揃えたね。これなら高く買い取るけど。お願いします。はい、ありがとね。他に質入れするものはある？いえ、やめておきます。あら、そう、残念ね。売る気になったらいつでも声かけてちょうだいね。すいません。いらっしゃい。道を聞きたいんですが。失礼だけど、あんた日本人だよね。ええ、そうです。いやー、嬉しいね。俺もそうなんだよ。商売でこっちに来ててさ。日本は変わりねえかい？ええ。そいつはいい。最近じゃ何もかも目まぐるしく変わっちまうからな。ま、同じ日本人同士だし、困った時はいつでも来なよ。ありがとうございます。オンダローに行きたいんですが、江南街はどっちですか？その角を右に行きな。ずっと道なりに行けば江南街だから。わかりました。ありがとうございます。この先が江南街か。ん？地図か。江南街の地図か。持っておこう。太極拳か。そこな、少年。え、俺ですか？お主、拳法をやっとるな。あ、ええ、多少は。見たところ、少林寺の流れを組んでおるな。いえ、俺は。待て待て、わしが当ててみせよう。
身のこなしから見て鷹剣、いや鶴剣か。いやだから俺は。よし、手合わせをすればわかるじゃろう。え、一体どうやって太極拳と手合わせを。よいから打ち込んでまいり。太極拳に攻撃があるなんて。進化太極拳じゃ。多くの流派は五から入り十に至る。じゃが太極拳は十より入り五に至る。十に見えて五なきというわけではない。五十合わせ持ってやっと一人前かの。勉強になりました。わしは賢民という。お主は。葉月です。ところでお主の武術は。柔術です。ま、機会があればまた手合わせを。こちらこそ。柔術？なんじゃそりゃ。ここが恩だろうか。当李承老師はここに。ここだ。また来たのかい。地上げやめ。今度はどんな悪さをする気なんだい。あ、いや俺は。何度来たって、あたしゃ立ち退かないよ。俺は、当李承さんを訪ねてきたんです。あんたみたいなチンピラが当李承さんになんのようだい。知ってるんですか。地上げ屋が会えるようなお人じゃないよ。もう、俺は地上げ屋なんかじゃ。あの、ちょっと。とっとと帰っとくれ。あたしゃ死んでもここ動かないからね。鍵がかかってるな。なんだ、うるせえな。すいません、あなたが当李承老師ですか。違うよ、見りゃわかるだろう。じゃあ、老師は。ここにはもういねえよ。引っ越したらしいぜ。どこに引っ越したか知ってますか。引っ越し先は知らねえけどな。何か知っているんですね。腹減ったな。朝から何も食ってねえんだよな。は？鈍いやつだな。払うもん払えば教えてやるって言ってんだよ。
わかりました。でもその前に。ちゃっかりしてんな。まあいいか。ブンブーなんとかって聞いたぜ。ブンブーなんとか？わかりました。ありがとうございます。え？おい！金はどうした？ありがとうございました。一杯食わされたぜ、あんたに。じゃあ頑張って探しな。すいません。はい。文部がつく店を探してるんですが。大老街にたくさんありますよ。この先が大老街か。地図を売ってるな。大老街の地図か。後で使えるな。すいません。はい、ようこそ。文部がつく店を探してるんですが。文部陶器さんならそこを右に曲がった先よ。そうですか。すいません。はい、いらっしゃい。名前に文部がつく店を探してるんですが。この先の曲がり角のところに文部陶器って店がありますよ。すいません。何かね。こちらに当李翔さんという方いらっしゃいますか。当李翔。はい。いや、聞かないなだな。老子ということなんですが。老子？はい。それなら文部病じゃないか。そうですか。文部病というのは。店を出てそのまままっすぐ歩きなさい。店を出てまっすぐですか。ああ、しばらく道なりに行って階段を上ると文部祭館の前に出る。文部廟はさらにその先だ。わからなくなったら文部祭館あたりでまた聞けばいいだろう。そうですか。どうも。すいません。何か。この先は高架台か。地図を売ってるな。高架台の地図か。持っておこう。
文具廟は夜7時で閉められちゃうんだわ。そうですか。すいません。何か？文部廟って高科大回廊。この辺りの地図か。これで迷わなくて済むな。だいぶ遅くなったな。Thank you.